本的には痛み取る時ってこういう電気使ったりは僕はします。痛くなくなったって安心しても治ってない人いっぱいいるんで、そこから調子乗って何かやらないようにだけはちょっと気をつけてください。えぐいです。えぐい、はい、貫通してます。あー痛い。じゃあ佐々木祐介のスポーツチャンネル始めます。で、最近雨宮先生の動画とかでも治療動画面白いって言ってくれる人が多いんで、なんかもう一個撮ろうかなと思って、せっかくだから。で、面白い症例が来たんですよ。ちょっと、はい、どうもアシスタントの野口優馬です。アシスタントなの？はい。こんな目線合わないアシスタントあんまいらない。いらないですか？あんまね。で、日大のバスケ部だよね。はい。で、一応プロ行くの？いや、まあ志望です。志望か。まあ多分2年後行くでしょう。で、怪我しましたって連絡来たじゃん。はい。何の怪我したんだっけ？右二分靭帯損傷と裂位骨折、うん、そうなんですよ。病院行って骨折しましたって言われたんですよね。はい。で、じゃあその骨折をどうやって治すかとか、本当になんだろうな、じゃあ病院で骨折って言われたけど果たしてやること固定以外ないのみたいなのとか、まあとりあえずさ、来た時あるじゃん、はい、一昨日3日前、3日前ぐらい、3日前に来たよね。あ、では待って、どう怪我したかの動画を流します。とりあえずどうぞ。はい、こんな感じで怪我しました、彼らね。で、骨折しましたと。で、3日前来た時さ、どんな感じで歩いてたの？ちょっと歩いて、うん、ちょっと、見せてください。コース、コース、なんだろう、なんコースお前、そういうタバタが来たでもリアルにさ、こうでしょ。はい、コース、うん、だからそうだったよね。そうっすね。で、今2日やったじゃん、3日か。今日で4日目。4日目か。じゃあ4日目で今どうなってるか、ちょっと今は普通なんですけど、いやでもこうなるわけよ、はい、で、なんだったらちょっといい、果たしてできる、果たして立つこともできちゃいます。お前消えるやん。ダメだね。っていう感じなんですよ。じゃあなんで骨折って言われたのにこういうことできるのかとか、どう、何でここまでいけるかって判断したかとかっていうのをちょっと話しながらやれればいいかなと思って。そもそも骨折っていうのが怪しいんですけど、ね、骨折でお医者さんがいたんだもん。そうだよね。そうだよ。だってエコーも取ったでしょ。レントゲンとエコーを取って骨折って言われたじゃん。はい、骨折です。骨折でした。でもまあレントだとしても早いじゃん、二分靭帯あるわけだからさ。はい、はい、じゃあ座ってください。で基本的には痛み取るときってこういう電気使ったりは僕はします。で、あと大事なのが骨折ってあるじゃん、言われたじゃん。けど実際骨をして痛いのっていうのがあって、二分靭帯ってさ、これなのよ。あの内出血してね。で、二分靭帯これな、これ痛い、痛い、はい、痛いです。で、もう一回言う、はい、痛いじゃん、痛いんだよ。だからこれ今さっきこいつ走れたじゃん、けど治ってはないってこと。痛みを取れてはいるけど治ってない。よく痛みなくなったら治ったとか思うけど、治るのは時間かかるから。ただ痛みを取ることはできるって感じ。だから動画見てる人で痛くなくなったって安心しても治ってない人いっぱいいるんで、そこから調子乗ってなんかやらないようにだけはちょっと気をつけてください。で、まあ、これ二分靭帯、これがね二分靭帯です。で、裂位骨折したのは多分この辺なのよ。これ痛い？あんまり、あんまね。で、こっちは痛くない。痛くないよね。正直よ、超微妙かなと。骨折自体がね、俺の判断だよ。でもお医者さんはそう言われてるわけだから、一応そっちが世間的には正しいわけじゃん。はい。けどじゃあその診断が出たからといってそれがあるのかどうかっていうのは少し怪しい。で、一個骨やばいかもって思った時にやってほしいのが、指が分かりやすいかな。皆さん、よく突き指とかあるじゃん、バスケでも。はい。でさ、じゃあ例えばこの指を突き指しましたってするじゃん。するとするにはここね。でさ、こっちから押して痛いことって多々あるんだけど、でも反対側からこう押してこっちまで響くのかって話。ここだけ押しても痛いことは多々あるんだけど、こっち反対側から押して表側が響くっていうのがあったら、ちょっと骨を疑ってほしいかな。この指怪我しました、でこっちから押して響くとか、ね、だからそれをここでも見ただけ、はい、うん、細かく触ってね。これ響きはしないです、うん、だから一言で言っていい、大げさなんですよ。
違うんですよ。違うんです。大げさなんです。大げさじゃないんです。大げさなんですよ。だからこうやってさ、なかったらさ、要は安静にしてさ、使わなくなっちゃうわけじゃん。ってなると復帰遅れるし、あの筋力落ちるしっていうのが現状であるから、固定折れしてないじゃん、テーピングだけで。はい、っていうのは、なんていうの、筋力を落としたくないし、なるべくだって、もう次、来週は試合出るでしょ。一応骨折で1週間で治したいっていう。そうだ、骨折したんですけど、1週間で治してもらえますかって言って、はい、バカだろうと思ったんだけど、いけるって感じ。まあ、さっきも言ったように、治すんじゃなくて、痛み取るなんだけど、だからテーピングとかして試合出てもらうけど、はい、っていう感じです。じゃあ、ちょっと治療やっていきます。いくよ、また来たら教えて。痛いですね。来てない。今日ピンポイント。俺今日ピンポイントって、いつもピンポイントなの。今日来てる。今日は来てる。No。えぐいっす。えぐい。貫通してます。そう、まあまあこんな勉強をしていきますと。で、まあ残りのやつもちょっとちょいちょい早送り流すと思うんで。で、何箇所かポイント探していくんですよ。あ、来た。うん、一個前。いい限界です。限界って。史上最高。やだやだ、こんな顔撮られたくない。どうどう。聞いてるっしょ。痛い。悪化します。悪化しますこれ。ああ痛い。痛い汗。汗止まらん。痛い。ああ。いったポイントだから違う、これね、面白いのが今これ同じ場所あってんすよ、なのにこれだけで変わるんです。だからポイントがすごい大事。ポイントが同じ場所当ててるのに、当てる角度がちょっと変わるだけでこれだけでしょ。こういうことだから、これを見つけられるかどうかなんですよ、大事なのは。そうすると捻挫とかの治療の痛みってめっちゃ変わるんですよね。マジあっちエアコン効いてますよここ。はい、あとは負担がかかってるところがあるから、そこを抜いてあげるって感じです。いくよ。いや、いいっす。うるさい。あ、ね、そういうオーバーリアクション覚えてくれた。違う、これいつも通りです。いってー。あー、でもまだ。いけるー。いったい。あ、気持ちいい。それ長い。これ何の動画よ。これだよね。わかる。痛い。よし、じゃあ終わったんで立ってください。で、もう一回、まあ、さっきも歩きだけだったんですよ。どうでも終わった後はだいぶ全体的に痛みは抜けました。経験できる。どういう一応できはし、片足でも立ってるんで。え、経験できるでしょ、はい、あ、で、足ひねった人覚えてほしいんですけど、経験できない人が競技復帰しちゃうんだよ、絶対。走るって、この走るって、これ飛ぶじゃん、こうやって。おい、いや、じゃあできますわ。じゃあ走るって飛ぶでしょって、はい、だからこのケンケンできなかったらそもそも走れないから、絶対それで競技復帰しちゃダメだよっていう。あ、分かった。で、分かりました。僕できます。僕できますね、はい、で、だからこうケンケンできるから、ケンケンできたらじゃあちょっと走っていいよって。から貸してみ。でも走れるんですよ、まっすぐは。あ、そう、斜めとかやりたいからね。はい、そうで、今すごい大事なこと言ったんだけど、まっすぐは走れるんだよ。だけどこのカットインとか斜めとか踏ん張りとかっていうのは絶対まだ痛いから、それはリハビリ組んでるわけ。じゃあ最後、なんか見たい、みんな見たいことありますか。今リーグ戦真っ只中なんで、まあ、真っ只中に怪我してしまったんですけど、まあもう来週復帰する予定なんで、まあ、いつ動画が上がるか分かんないんですけど、ぜひ11月の頭ぐらいまで試合やってるんで、暇な方は見に来てください。大学なんて調べればいいの。
概要欄に貼っときます。どんだけ、おい、やべえ、おい、それやべえ、わかった、くれよ、はい、くれよ、ちゃんとあるから、はい、そんな感じです。なんで、まあ程度にもやりますよ。骨折って診断されたり、捻挫って診断されて、あとは僕が直接見させてもらった程度によるけど、まあこういう風な感じで走れるようになるのまでは、まあ割りかしすぐ持っていけるかなって思います。以上です。今日の動画ありがとうございました。ありがとうございました。